この湧き方ね、ニュークタウンかシップメントか何かですかっていうね、これがニュークやったら分からへんけど、普通にマップサイズある程度あんのにさ、この湧き方すんのマジで頭いかれてるって。これも多分メロマ湧きしてんねん、おかしいでしょさすがに。はいどうも、ザルナルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW3! 早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日紹介するのが、運営ついに計算もできなくなったということで、ま、このガンスミスコールオブデューティー、ま、MW2019 の時からずっと続いてる文化ですが、アタッチメントをモリモリつけられる代わりに、ま、デメリットも生じるので、ま、バランス特化にするのもいいし、だからま、こんな形のね、曲振りにするのも、ま、ロマンにしてね、するのも強いのですが、何を思ったのか運営、デメリットなしで強すぎる。また、少しのデメリットで完全上位互換機能のアタッチメントを一つだけではなく二つも実装して、ついにねアタッチメントの強さぶっちぎりのぶっ壊れをねやってしまったということで、はい、特にねアクターマーケットバースとかねモッドではありませんが、マズルの一番最後ら辺ですね、まあ、デイリーチャレンジっていうのが新しく追加されてて、それをですね解除すると、はいこちら、クォーターマスターサプレッサーっていうのが解除されてます。こちらなんとサプレッサー効果プラス反動制御が効くんですけど、見てくださいこれ、反動制御こんだけ効いてんのに操作性が見てこの少なさやばくない？だってさ、例えば同じやつで反動制御とね弾速アップのやつがついてるんですけど、まあ、こんな形でエイム速度マイナス 21% なんですよ。で普通の反動制御もほら見て、エイム速度 17% も落ちてんのに 6% しか上がってないんですよ。だから普通に反動制御のマズル性能と同じなんですが、ほらけど見てほら、エイム速度こいつは 15% マイナスじゃないですか。こいつは86でね、この性能なので普通にぶっ壊れです。でこれだけだったらまあ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 みたいなところあるじゃないですか。ただ、さらにこちらアンダーバルのグリップでね、同じく後ろの方にねまた新しくデイリー追加されてるんでね、確認してほしいんですけど、こちらの方にあるパラコードグリップ、まあいわゆるこのパラコードっていうのをねぐるぐるに巻いてグリップにしてるね、まあ結構エアガン業界でもねこれ作ってる方多いんですけど、こちらがですねここに書いてある通り短所ゼロ、そしてこの水平ハンドがなんと 15% も上がってるんですよ。やばくない？でさらにそれ以外も取り回しめちゃくちゃ上がってて、レレレも速くなってるんでね、普通にこれぶっ壊れです。だから普通に数の計算もねできなくなってしまったということで、これ多分バグですね。本当は多分シーズンの後半とかで追加するやつが間違えて出ちゃって、でまだ未完成の状態でリリースしちゃったからこんな性能になってると私は思います。じゃないとおかしいからね。はい、そういった形でちょっとね明らか、もう一つだけバランスがいかれてしまっているということで、早速ここいらたり使ってね実況プレイやっていこうかなと思います。はい、ということでこれからもですねこんな形の COD の動画ね上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では参りましょう。あとこれちょっとプラスなんですけど、まあ、僕ランクマーほとんどやんないんですが、このランクマーでですね、まあ、通常サプレッサーが禁止になるんですけど、なんとこちらバグで今現在ね使えるらしく、まあ、数少ないランクマー民の方が結構ブチギレてるらしいですね。でしかもこのサプレッサーが使えるのがなんか2回目らしく、このバグ自体が何回同じミスしてんねんって形で、批判が詰まっております。まあ、なので少なからず、まあ、今シーズンのローンチからねリリースする予定ではなかったんじゃないかなって僕の考察はねちょっと当たってるんじゃないかなということで、まあ、皆さんもね解除するんだったら今のうちに早めにしておいてください。さあ、では早速、こちら、ベイトのハードポイントをやっていきましょう。で、まあ、声聞いていただいたらわかると思うんですけど、前回に続きね、まだ声ガラガラなんでね、治ってないんで、できるだけ一発撮りができるようにね、ガチ装備でやってきました。まあ、いつもだったらね、ジャガルドリコン溜まっても、まあ、武器がメインだから使わないって、負けそうだったら使う、みたいな流れですが、今回はもうバチバチ使います。そして、こちらですね、メイン武器のスペリ46、ガチ武器ですね、と組み合わせて今回やっていくということで、一応ステータスはね、こんな形になってます。で、このスペリ46自体一応弱体化して、まあ、こんな形で機動力だとか、エイム時の横移動もね弱体化してるんですが、それでもね全然強いです。だから弱体化項目がね大した弱体化じゃないんですよね。このエイム時の横移動がちょっと痛いぐらいで、まあ、ほとんどね変わりないんで打ち合いに関しては、まあそういったところを多分こいつ弱くするんだったら、ダッシュ後の射撃速度とかねエイム速度とか落とさないとね、多分全然まだ人気なんでね、まあ、相も変わらず最強のねティア SS ランク SMG 使ってやっていきましょう。ちなみに前シーズン一番人気はこの SMG でしたね。だからまあ一番人気に今一番人気のねアタッチメントつけてるから、それはまあ弱いわけがねえよな、ということで、早速、開幕ショットでちょっとここで勝負させて、ファイトさせて、ここね、ここから後ろから来るから、こんな形で投げも投げるじゃん。で、ここで抑えつつ、こう、空と、見せかけて、こう、オッケー、このね、この決め打ちですよ。スラキャン打ちが楽しすぎる。で、は？落ちて？まあ、あいつは多分キックされるか、それか動き出すかのどっちかなんであれなんですけど、いるね。オッケー、ナイスキル。で、後ろから湧いてくる可能性大なんで、ここで指出していきます。さあ、来いよ。さあ、いますね、これ中から。こういますわ。はい、これ、抑えるじゃん。で、また放置勢か。まあまあまあ、いいよ。君は。一生放置してないよ。なあ、なんで後ろおる？ああ、最悪、マジでさ。逃げたのにさ、なんで後ろから湧いてきてんねん。味方と並走してくるのやばすぎだろ、このマップ、マジ。クソマップが過ぎるぞ。はい。
ナイスアシスト、ナイスアシスト。で、これ正面から行ったら普通に位置バレしてるんで、ここは、あえてこう行って、これですね。いやー、それ負けるかー。まあまあまあ、しゃーなし。てか、敵 MTZ556 弱つけるおかしくね。頭当たったんか。しゃーなしですね。ラグ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 。で、こう行くじゃん。で、これ後ろから裏取りですね。ここも機動力重視でガンガン行きたい。プラス、あとこっちリス有利なんで、はい、こっち取っていきましょう。はい、よと。はい、こう行って、こう、オッケー。からの後ろいない。いやいいね、この機動力楽しいよ。はい、ポイントに乗っていく。 ACS 出す。味方正面押さえてね。こっちから来るやつは見とくから。オッケーオッケーオッケー。さあ、これ後ろ空いたらさすがにブチ切れ案件なんだけど、来てないからオッケー。さあ来いよ。ちょっと当てとくよーと思ったけど当ててないよ。嘘だよ。来いよ。こっちのログからね、めっちゃ来てるな。あ、待って、ミスった。最悪、フラッシュバーン。最悪最悪最悪。はい、これ待つ。カモン。なはははは、ちょっと待ってよ、もう。立ち回りガバガバ。いやけど、いい感じのファイターできてるよ。はい、こんな形でしっかりとね、真正面の打ち合い頑張りつつ、オッケー、ナイス、うまいよ。いいね。これ、機動力ですよね。使っててマジで楽しい。俺も一生 UAV とカウンターで嫌がらせするからよ。はい、これやるじゃん。投げ物そこに投げといて、これ多分何人か飛ぶんじゃない？飛ばない。ナイスカバー。後ろいる。だと。オッケー。これすぐで対応。待て。またこれクソリスしてる。ほらほら。そこで湧いてるもん。はい、手前に転がしといて。これやるじゃん。で、いるからこれ行ったふりする。はい、行ったふりして戻っていくスタイル。来てない。と思ったらこっちから来るスタイル。いるね。はい、抑える。ジャガロドリン、リコン溜まる。で、一発取りしたいから俺そこで使うからね。回すからね。待って、こっちから来るわ。カモン。さあ来いよ。思ったけど完全裏行ってんな、あいつ。味方大丈夫か？やられてる？やられてない？はい。大丈夫そうやね。オッケーオッケーオッケー。さあちょっと今私、わがままの極意みたいに立ち回りしちゃってるんだけど、まあ、UAV カウンター一生回すから許してねっていう。あと、ジャガロドリコン回すから許してねというところで、はい、この打ち合い。で、いやー、なんで、うわ、おかしいってそこは。いやー、おかしいってさ、おかしくね、みんな、その湧き方。ね、ニュークタウンかシップメンとか何かですかっていう。ね、これがニュークやったら分からへんけど、普通にマップサイズある程度あんのにさ、この湧き方すんの、マジで。頭いかれてるって、これも多分目の前湧きしてんねん。おかしいでしょ、さすがに。さすがに、さすがに。さすがに。もうさすがに、さすがに、もうこれさ、目の前でさ。で、ほら、これ、この湧き方ね、これ。え、やば、おはははは。おい、クソマップ。まあ、けど、ここが一番ね、ディスガリできるんで、刺さった時一番強いんで、このね、SMG とぴったりですよ、というところでしっかりとやりつつ、で、目の前湧いてるから、はい、カウンター出す、はい、UAV も出す。で、多分全員そっちから行ってるはずなんですけど、大丈夫そうなんで、こう行って、裏から行って、まくりまーす。はい、無理でーす。これ、ジャガロドリコン使うか、流れ悪いから。頼むよ、湧いてくんない、ここで。よいしょと。さすがにここ取っといて、この横で湧き出したら、ぶち切れるからね。うん、オッケーオッケー、味方湧いてくれてるわ。あー、まあ、いい感じのキルっすね。KD も 4.5 取ってるんで、まあ、全然強いです。最強です、スペリオン6と、このアタッチメントの組み合わせ。まあ、これが一番人気のね、SS ティアランクということで。さあ、ここからちょっとジャガロドリコンですね。ちょっと武器を使わせて、武器じゃないわ、キルスを使ってね、打開させていただこうかなと思います。さあ、次パポリちょっと下になるんで、先に行っちゃいましょう。はい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 、いいよ。来いよ、敵さん。カモン。一回撃たれたらこれだるいんで、これで角待ち安牌かな。いや、これだるいわ、これ。味方来てくれ。はい、はい、はい、これやるじゃん。リロード。で、拠点取るよ。はい、フル乗りしていくよ。下がってこいよ。上から降ってきたとしても大丈夫。安心安全のジャガロドリコの盾がある。さあ、味方アイマスジラ置いてくれてるんでかいっすね。日本人全員、死、光って書いてあるけど、これちょっとあんま良くないやつ。もしかして。なんかさ、これやばくね？おーい、ちょ、味方クソロビーやんけ、これ。味方ずっと自爆しやがる。ただそれでも私は勝つよ。うん。甘えず勝つからね。で、アイマス時代全然機能してないけど大丈夫これ。いるよね、ここ。持っていくじゃん。で、これ後ろ振り見て立て。オッケー。フル乗りしていくよ、今回。さあ、一旦リロード。上から降ってくるね、これ。上から来たとしても大丈夫。さあ、来いよ。後ろやな。オッケーオッケーオッケー。後ろいるけど、挟まれてんな、これ。おい。マジ？待って。味方サルチャーチカ、ナイスカバ、ナイスカバ、ナイスカバ。で、センターですね。フル乗りできて、だいぶポイントも抑え、もう、マジか。まあ、ここからまたちょっと、ジャガロドリコン溜めるか、ガンガン拠点入るかの2択でやっていきましょう。まあ、流れは悪くないですからね。はい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 。ナイス。ACS も入れといて、これやるじゃん。一回こっち入って、リロードしていきたい。リロード。オッケー。で、味方大丈夫それいける？後ろいるか？な？はい、拠点中切る。え、たぶんこれ後ろまだ来るから一回逃げるわ。はい、はけて、これ、ナイス。で、一旦リロード。こっちから来るかな？ワンチャンこっち来る可能性ある。お前、ほんまにな。やっぱ予想通りだよ、マジで。はい、ナイス。UAV 出す。で、次ぽこっちなんで、こっち取っときたい感じはしますね。後ろおるな。負けないよ。待って、めっちゃおるわ。はい、どうせ君そっちから行くんじゃない？あっぶね。で、13発あるから大丈夫。おいよ。来てない。一旦リロード。いるわ。はい。あぶね、ナイス立ち回り。いいね、さっきのチェイス。ナイス立ち回りですよ。で、またジャガロドリコン溜まったんで、ここで ACS 出すじゃん。で、ここで、はい、また ACS に乗ってもらう。で、その間私は、これうちは負けるか。この MTZ56 強えな。まあ、けど、私、またジャガロドリコン溜まったんで出していきたいんですが、ちょっとこれディスポン良くないですね。これ良くないんで。
待って、一人だけ持っていく。マリカー。ジャガロリコンで抑えましょう。待って、ここのリスポンで良くない。これ普通に敵がね、目の前で湧く可能性あるんで、こう行って、これ出していくよ。はぁ？なんか放置でおるし。はい。いけ！ワンチャン！ドクミーっと。ナイスキル。いいね。さあさあ、ちょっと喉が死んできたから、しっかりと落ち着いて、深呼吸して。さあ、ちょっと、水分オンライン。イロハスが、うますぎる。さあ、ということで、こんな形で取ったんで、次またね、フル乗りできるようにしていきましょう。いやー、でかいよ。今1分乗ってるから、次もまた1分ぐらい乗ったらね、だいぶ勝利に近づけるんじゃないかな、と言ったところですが、これも次っぽいっちゃいましょう。オッケーオッケーオッケー。やっぱ、ジャガロドリコンが一番手ですね。公開マッチだったら。やっぱね、その、普通に、まあ、やっぱ、マップ次第なところあるけど、やっぱ、こういうちょっと航空機がちょっと微妙かな、刺さりにくいな、と思うところであれば、こんな形でやっていくのが正解ですね。味方いけるそれ。ナイスキルじゃないよ。ナイスキルじゃないよ。はい。抑えるよ。からのディロードして、はい、こっち来るんで、これ抑える。はい、フル乗り。おい、これ目の前で湧いてるやんけ、これクソ理想。はい、ナイス。いや、ただ今、ジャガノトだったら、余裕で抑えられるよ。でかいよ。はい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 。だけども来てるから、こっちしっかりと縦向けて、ちょっとでも遅延する。いや、これやばいって、これ本当に。ジャガノトリコンじゃないと抑えられんやろ、このさ、クソリスは。さすがに。ね、一旦ディロード。ね、これジャガノトリコンじゃないとマジで抑えられん。それから縦。縦持ち味方に3人ぐらいおったら耐えられるかもしれん。おー、死んだし。いやー、あんま上手なかったな、ここのところ。やばいよな、マジで。ゾンビアタックし放題だもん。オッケー、リロードで入ってやる。こっちから来る？待って、後ろ？は？待って、大丈夫？いける？多分来るとしたら正面。と思ったら後ろから来る可能性あるんで。待って、やばいって、これ。壁抜きされてる。来いよ。スタンも投げ物めっちゃ来てる。やばい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 。助けてー、ママ。後ろから来てる？抑えたいが。大丈夫？抑えたいが。反応が行くよ。来いよ。はい、抑える。リロード。よいしょっと。はぁ、しんどい。ちょっと待って。もう喉が枯れてきたよ。俺の喉がカラカラだよ。ちょっと、実は言うと、ちょっとだけ熱もあるんで、ちょっと勘弁してもらいたい、そろそろ。そろそろ勘弁してもらいたい。そろそろ、もう、俺のキャパオーバーなんで。キャパオーバーなんで。いやー、俺、ジャガノドリコン出すか。よーし。ここで、初期リセやな、ここやったら。オッケー。さすがに湧いてこないと思うから、ジャガノドリコン使う。いや、1分40秒乗りで、約1万スカー取ってるけどさ、負けそうなの草生えるんよな。いや、一人放置勢というかさ、ずっと自爆してるやつおるからな、こいつ。やばすぎる、本当に。待って、そっちから来るのやめて。フラッシュ投げるよ。フラッシュ投げて、ヒットないから大丈夫そう。オッケー、ジャガノドリコン取っていくよ。よーし、これで次、下っぽですね。いやー、マジで。もう、やっぱこれ、ジャガノドリコンないと絶対負けてたわ。これ、もう味方クソみたいな放置勢おるし、最悪ロビーやから。ね、そう、敵もね、初心者さん一人か二人ぐらいおるから、まあ、トントンじゃトントンやけど、まだそれでもやっぱ拠点にこうやって絡んでね、戦ってくれてるだけマシだよな。やべ、こいつはジャガロディコに対するところの対策覚えてやがる。やべやべ、投げ物多すぎる。助けてー。これ持っていくよ。さあ、ヘイメーカー。味方、頑張って入って。抑えるよ。はい、抑えるよ。オッケー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 。で、はい、抑えるよ。抑えるよ。やばいよ。一生これ拠点の中でやってるから。ちょっと待って、お前ら拠点入って、拠点入って、拠点入って。もう、頼む、頼む。俺に動画を撮らせてくれ。いや、マジで、こういうやつがおるからさ、こういうやからがおるからさ、マジで、動画撮るとき大変なんだよな。ロビー選び大変なんだよな。いける？それ。で、一旦、ACS ここで出しとくじゃん。上から撃つか。上から撃てば最強。バンジーと思ったけど。はなんか、間違えた。アップル。ボタン間違えた。やっとくじゃん。後ろから来ると思ったけど来てないから、こうやっといて、はい。どっちから湧くかな、これ。いるわ。ここで湧いてるんで、やっとくじゃん。後ろからは来てない。どっちから来る、これ。ちょっと待って、やばい、コントローラー壊れてきた。はい、持っていく。で、また競合してるから、ナイスカバー、ナイスカバー、ナイスカバー。で、UAV 出しとく。で、こっちからいっぱい来てるんで、抑えていきたいよ。抑えていきたいが、さすがに体力、弾もない。いや、まあ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 、けど、だいぶ抑えてる、だいぶ抑えてる。で、次ポのことも考えて、おい、ちょっとコントローラー壊れてるって。次ポのことも考えて、こっち取りたいよ。で、こっちから来るよね、君。はい、投げ物来るから、これと一緒に合わせて、こう。オッケー、敵が投げた瞬間に、ピン抜きした瞬間に突撃する。まあ、これはね、タルコフで学んだこと。はい、こうやる。からの、はい、こう行く。フラグ来てる。SS 出すか。オッケー。さ、これでさすがに勝ったっしょ。さすがにね。さすがに、おい。さすがに勝っただろう、これは。さすがにね、勝たせてくださいよ、敵さんも。だからまたコントローラー壊れてる、これ。射撃すると、あれですね、R2 が反応するようになってまーす。コントローラー壊れてまーす。アンダー出して、はい、UAV 出して。わー、やばいって、これ、マジ。おーい、ちょっと壊れてるって、このコントローラーも。もう全部のコンディションが今最悪やね。はい、コントローラー変えました。は？おい、コントローラー、バグってボタン配置いかれてんの、これ。ちょっと待って。おーい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。なんで？いける？やべやべ、もうコントローラーバグってさ、ほら、殴りが出ちゃう。ほら、やばい。やばいよ。やばいやばいやばい。あとご両親。ナイス勝利。もう。
全てに置いてくそ。けどまあ2分乗りしたんでね、許してください。KD も 3.24 ですね。全然強いですね、この武器。最強です。いやー、熱いな、ここのマップ。やっぱジャガロドリンクも最強ですね。ということで、ぜひ皆さんこちらね、参考に、やってみてください。はい、ということで、これからはですね、こんな形の、動画いろいろと上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ、通常の時にチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。